233系0番台とタ T24 編成が試運転を行いました。JR 東日本は、今日21日、E233系0番台とタ T24 編成による試運転を行いました。中央線、青梅線では、グリーン車の導入が予定されています。現行の10両編成から2両を増結して12両編成化されることとなります。グリーン車は58編成分116両が新増される予定です。東京寄りから4両目、5両目に組み込みます。2024年度末のサービス開始を目指して準備が進められています。車両は昨年7月に1編成目の2両が落成しました。その後も製造が進められ、現在までに2編成分4両が落成しています。公衆輸送によって、豊田車両センターへ輸送された後、H57 編成、T24 編成に組み込まれました。今日21日は、12両貫通編成である T24 編成を使用して、中央快速線内において試運転が行われました。試運転では、豊田から東小金井間を1往復、東小金井から国立間を6往復実施しました。グリーン車は、今後も製造が進められる予定で、最終的には、58編成分116両が登場します。これで、8月21日の KAB ニュースを終わります。